皆様にですね、お話しする本は、ご紹介する本はこういう本です。皆さんご存知のようにサイゼリア、ファーストフードのサイゼリアさんが今一番日本で成功してます。中国なんか行くとですね、サイゼリア、まさに成功してます。スカイラークを抜いてるんじゃないですかね。はい。サイゼリアの成功哲学を皆様にお伝えしたいと思います。それどういうことかというとですね、サイゼリアの創業者の正垣様ですか。彼はこの市川、私のこの住んでる市川の出身なんですが、彼はですね、大学も私の大学とちょっと絡みがあるんですよ。一時同じ大学で学んだ仲間です。はい、正垣さんこう言ってるんですよね。製品にしてもサービスにしてもクオリティが良ければ売れるというもんじゃないと。極限するとこういうことを言ってます。いいものが売れたら苦労しない。インターネットで売ればいいんです。アマゾンに頼んで売ってもらえばいいんです。いいものを必ずしも世の中には受け入れられていない。じゃあ何かというとですね、世の中に受け入れられてみんなに買ってもらってる、売れてるものがいい製品であると言い切ってます。これどういうことかというとですね、皆様サイゼリアに行ってですね、ちらっと見られたらいいです。例えばですね、私は行ってそれ食べます。サイゼリアのスパゲティ、よそ様に行くとですね、ロイヤルホストとかよそ様に行くとですね、6,700円するものをですね、298円で売ってます。量的には一緒。ただですね、ちょっと味は落ちますね。しかしですね、29%で売ってるからみんな食べてます、食べてます。その安さだからですね、ちょっとうまいぐらいで満足するんですよ。お客様はですね、サイゼリアに行ったらスパゲティをオーダーします。その他ですね、もう一皿ぐらい買うから、結局はですね、ロイヤルホストぐらいの食べ方しちゃうんですが、何しろ安い。エスカルゴの量にしてもですね、スペインの量にしても何しろ安いから食べるんですよ。だからファーストフードで一番、サイゼリアのスパゲティは世界一。なんでかって言ったらですね、みんなが食べてるから、みんなが買ってるから、ベストの商品なんです。はい、これはマーケティングあるいは営業のですね、究極的なお話になりますが、売れてる製品がいい製品、ハイクオリティの製品必ずしも良くない。我々人間もですね、私は自分に言い聞かせてますけれども、最高の本を書いても作家として売れてなければ二三流の本。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。さようなら。